Guten Tag, Liebe こんにちは。筑波正則のドイツ文学の森。今日は第3回目です。よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。えー、本日も異界文学の話を続けたいのですけれども、えー、その前に、前回せっかくリクエストメールをいただいたのに、きちんとしたご返事ができなかったラジオネーム、うさちゃんさんにお答えしたいと思います。えー、まず、うさちゃんさんはこう書いていらっしゃいます。 高校時代や大学時代に読んだ文学作品を年を重ねてから改めて読み直すと当時気づかなかったことに気づいたり別な感想を抱いたりしますね、えー、筑波先生もそうですかえー、全くその通りだと思います月並みな言い方ですけれども人生経験を積むことで、えー、人間や社会あるいは世界の見方が変わってくるあるいは豊かになるそれは十分考えられると思います えー、視野が広が広るといううのでしょいえすただ同時に私のこれは個人的な考え方なんですけれども年をとって変化する一方で逆に変わらないところはないかと自問するのも必要かなと思います、えー、私事で恐縮ですけれどもあの私が大学院生の頃 ある小説について論文を書いたことがありますで当時の指導教授に、えー、登場人物の女性の一人についての解釈が甘すぎるのではないかという指摘を受け,た受けましたでその時はあ若揚げの至りというか血気盛んな頃でその指摘に内心納得できずにいましたけれども何年か後になって、えー、同じ小説を別のテーマのもとで 論じる機会がが与えられたことがありますでその時にはもう作品世界に対して前よりも距離を保てるようになっていましたので、えー、学生の頃とは違った角度からもその女性像を、えー、検討することができるようになっていました、えー、若い頃の見方はあ特に変わってはいないのですが同時に別の見方も身につけたということだと思います まあ、トータルに言えば変わでただ人によっては見方がすっかり変わるケースもあるかもしれませんし逆に年を重ねても少しも全く変わらないという人もいるかもしれません。そうすると、えー、人生経験を積む中で人は変わるのか変わらないのかあるいは何が変わって何が変わらないのかという問いが生まれてきますね。 で、実は、この問いは非常に興味深いものですが、この問い自体をテーマにした文学作品もあるほどなんです。えー、うさちゃんさんはあ、こうも書いてらっしゃいます。え年、ー、を重ねてから読むと、内容もさることながら、作者の置かれた時代背景や、作者をして作品を書かせたもの、衝動というか、それは何だったのか気になる。まあ、こんな風に書いてらっしゃいますけども、 これも今申し上げたことと関連しているのではないかと思います。えー、年を重ねることによって視野が広がる。そして、対象との間に距離を保つことができる。えー、その結果、いろいろ作品の背景とか、そういうものが気になるようになったというふうに考えたいと思います。で、もう一つご質問ですけれども、ドイツ文学おすすめの一冊は、できれば、 あまり、えー、知られていないものということですが実はこれが意外に難しいのです、えー、知られているものであればあいくつか挙げることができるのですけれども、えー、というわけでひょっとしたらあこの先番組でご紹介する異界文学の中で、えー、うさちゃんさんが関心を持たれる作品があるかもしれません。 あるいはあ、お話をしている間に私が突然ピンと来て、これぞおすすめと口走ることもあるのかもしれません、えー。そういうわけですので、これからもお聞き続けていただければ非常に嬉しく思います。よろしくお願いします。それでは、今日のお話に入りたいと思います。 前回は、浦島伝説を取り上げて、えー、浦島物語の持つ3つの謎についてその謎解きをしました、えー。今日は浦島物語といくつか共通点を持つヨーロッパの異界文学に目を向けていきたいと思います。でまず最初に取り上げるのは、ドイツに伝わるタウンホイザー伝書、伝説です。タウンホイザーといえば、 ヒハルト・ワーグナーの歌劇が有名です。で、ワーグナーは、タンホイザー伝承から、官能的な愛の象用、褒めたたえるということですが、という非キリスト教的な要素を感じ取りました。そして、そこにゲルマン的な性格が現れていると考えて、その考えをもとにして、独自のオペラを創作しました。しかし、えー、ワーグナーのオペラ、タンホイザーの考察は、 また別の機会に譲ることにして今日はまずタンホイザー伝承の内容と特徴について検討していきたいと思います実はこの検討を進める中で一つの謎が浮かんできますつまりタンホイザー伝承にもやはり謎があるのですそこでこの謎についても検討してみたいと思いますで この謎を解いたとしても、さらにもう一つ別の疑問が生じてくるのです。で、この疑問をまた追いかけていきますが、そのことでおのずから番組後半の話題が展開されていくということになります。本日のお話はだいた,だい,たいこういったあらすじです。 それでは、タンホイザー伝承の内容と特徴の話に移りたいと思います。主人公のタンホイザーは13世紀に生きた実在の人物なんです。宮廷恋愛詩人。これをドイツ語ではミンネ・ゼンガーと言いますけれども、宮廷恋愛詩人で16の歌集、詩集を残しております。で、この人物は神聖ローマ帝国皇帝の支持者として、 時のローマ教皇、ウルバン4世と対立しております。で、このタンホイザーを主人公とするバラッドが成立したのは、彼の生きていた時代から約100年後の14世紀末から15世紀初頭だと推測されています。しかし、現存するタンホイザーバラッドの最も古いテキストは15、1515年、つまりさらにそれの100年後、16世紀のものです。 で、タンホイザー伝承の成立については、えー、複数の仮説、推論があ,ありますけれども、ここでは次の説に沿って話を進めていきたいと思います。えー、それは、ニュールンベルクにあるスコットランド教会の修道院、その修道士たち、つまりローマ教皇を支持する人たち、その人たちが自分たちの伝道の効果を高めるために、 反強硬派のタンホイザーの悲惨な物語、それを歌うバラッドを作った。そしてこのバラッドがさまざまなバリエーションを生み出しながら広まっていったと。こういう説を取ることにします。で、先ほど申しました、現存する最古のバラッドテキスト、1515 15年ですが、これを便宜的にドイツバージョンと呼びます。 で、この詩としてこのドイツバージョンに沿って話をして進めていきたいと思います。えー、この他に、えー、スイスバージョン、オーストリアバージョンもあるので、必要に応じて比較しながら検討を加えることにします。で、ドイツバージョンは、タンホイザーが観音の女神、ヴェーヌス、英語読みはヴィーナスですか、えー、このヴェーヌスのいる山を去るシーンから始まっております。で、冒頭で描かれるのは、 官能の世界から離れようとする騎士タンホイザーと、えー、彼を自分のもとに引き止めようとするベェーヌスとのやりとりです。で、注目を引くのは、引き止めるベェーヌスをタンホイザーが悪魔呼ばわりするのですけれども、それに対してベェーヌスが私をののしてはいけない、えー、という点、えー。そしてタンホイザーが聖母マリア、 の名を口にするに及んで、ベーヌスがついに彼を解放するという点です。で、異界の存在を罵ってはいけないという、これはタブーなんですけれども、これは今後紹介する他の異界物語にも現れるので、ひとまず予告しておきたいと思います。また、聖母マリアは当然感能の世界の女王であるベーヌスと対照的な存在です。 で、マリアの名前にはベーヌスと言えども逆らえないのかなと思わせられます。で、このシーンには、快楽の世界からの離脱願望と、それから現実界への帰境願望が描かれていると捉えられますけれども、そうであるならば、前回検討した浦島の竜宮の世界からの離脱願望との共通性が見られるということになります。 えー、物語の出だしが興味深いのはスイスバージョンなんです。で、ここではタンホイザーが森の中へ、つまり異界へと入り込みます。そして美しい乙女たちのところへやっていきます。で、この乙女たちにとっては、一年は一時間だった。時間のスケールの差ですね。そして、娘を妻にと勧められたタンホイザーが、その娘は悪魔に取り憑かれている。というと、 えー、私たちの悪口を言ってはならないとたしなめられます。えー、あ,あの、異界存在をののしてはいけないというタブですね。で、さらに、タンホイザーがウェーヌスのところにある一軸の木の下で眠るという下りもあります。で、森の中で美女とあ会う、出会うというモチーフはいずれ紹介するメルジーヌ物語。これと共通しますし、木の下で眠るというモチーフの方は、 ケルト系のバラード、歌人トーマスの内容と重なるわけです。で、異界物語によく登場するモチーフを列挙してみましたけれども、異界物語の書き割り、あるいは小道具のイメージが少しずつ固まってきたかと思いますが、いかがでしょうか。で、スイスバージョンにはさらに注目したい点があるので紹介いたします。 えー、非常に興味深いんですが、ヴェーヌスは、ウィークで終日は、王冠を被りき、きらびやかに着飾っているのですが、日曜日には蛇に変身する、というものがあります。この週末の変身は、今名前を挙げたメルジーヌ物語でも重要なモチーフになります。これも予告しておきます。それでは、ここで、えー、一息入れて、 本日の第1曲目をご紹介いたします。ジンギスカンというグループのジンギスカンという歌です。この曲は日本でも流行ったのでご存知の方も多いことと思います。でも曲は知っていてもほとんどの方はこれがドイツ生まれとはご存知ないのではないでしょうか。1979年にリリースされ世界中に広まったこの曲の歌詞を申し上げますと、1000人もの家来たちを従えて 草原を馬で失踪する強い男。戦いにも、酒にも、女にも強い男、えー。英雄ジンギスカン。それを称える。そういう内容です。では、お聞きください。ジンギスカン。三角山放送局。えー、つくわまさのりのドイツ文学の森をお送りしております。えー、ドイツバージョンの話に戻ります。 タンホイザーは、ベーヌスの山を離れて、救いを求めて、ローマ教皇のもとへ行きます。教皇に、ベーヌスのもとで一年間過ごしたことを告白して、食材を願います。教皇は枯れた枝の杖を手にしていますけれども、この枯れた杖が緑の葉をつけることが難しいように、タンホイザーが神の恩寵を得るのは難しいと答えます。 で、教皇から許しを得られず、苦悩と悲しみに打ちひしがれて、タンホイザーは再びベーヌスの山に戻り、えー、そこで、そのままそこで過ごします。で、タンホイザーが教皇のもとを去ってから3日目に、枯れていた教皇の杖が緑になり始めます。で、これは杖のモチーフと呼ばれております。 で、えー、杖が緑になったので、教皇はタンホイザーの行方を探させました。しかし、時すでに遅しです。で、最後の箇所を引用してみます。しかし、タンホイザーは再び山の中で愛する人を決めていた。それゆえ、教皇、ウルバン四世は永久に失墜した。権威を失った。となっています。えー、これが結末ですけれども、 実はこの結末に謎があります、えー。この結末には何か引っかかるところがないでしょうかタンホイザーの行動については理解できるとしても、なぜ教皇の権威喪失が語られなければならないのでしょうかえ実は私も最初に指して予備知識を持たない段階で、えー、この結末を読んだことがあるのですが、やっぱり 随分大胆な言い方だなと思ったものです。そもそもこのバラード、タンホイザー伝承は強硬派がタンホイザーを貶めるために作ったバラードではなかったんでしょうか、えー。この謎解きの糸口を提供するのがドイツバージョンが印刷,印刷された1515 15年という年です。 えこれはマルティン・ルターが95ヶ条の題、あ、ごめんなさい、論題です、を発表したとされる1517年の直前です。つまり、この頃は宗教改革の機運が高まっていた頃であります。で、そこからタウンホイザー伝承は形を変えてプロテスタント側の陣営によっても利用されたのではないか。 という推測が生まれてきます。えー、ある歌が流行するとですね、とかくその替え歌が作られがちなのは私たちがよく経験しているところです、えー。前回の放送で取り上げたアンサーソングも、まあ言ってみれば替え歌の一例です。そう考えれば、当初のタウンホイザーバラードから替え歌が作られたとしても別に不思議ではないですね。 え、ひょっとしたら、感能の喜びに惹かれるタンホイザー。このタンホイザーに人間味を感じる人々も少なからずいた。という背景もあるのかもしれません。で、また、あの、杖のモチーフですが、これについても、え、最初からバラードにこれはあったのではない。プロテスタント陣営が付け加えたのだ。という説もあります。えー、もちろん、 ドイツバージョンに対抗するカトリック側のバージョンも残ってはいます。オーストリアのある地方、ケルンテン地方と言いますが、ここに伝わるバラッド。で、これはドイツバージョンよりも後からできたものとされていますが、それは杖のモチーフを含んではいますけれども、結末はこのようになっています。タンホイザーはヴェーヌスの山に戻るのではなく、別の山に行きます。 そしてそこで天の鐘の響きのもとで最後を迎えます。で、彼の前にはイエス・キリストが現れ彼を救済します。ここには、えー、教皇に対する批判的な表現はありません。で、人生で間違いを犯しても、悔い改めれば魂は救われるというカトリック的な考え方が示されるわけです。まあ、そうは言ってもですね、同一 での主流となっている、ドイツでの主流はやはりドイツバージョンの方です。で、要するに第一の謎の答えは、反強硬派のタウンホイザーを貶める目的で作られたバラードが、いつの間にかタウンホイザーに味方する陣営、逆側の陣営に改ざんされた、改作された。そしてこのバージョンの方がゲルマン的心情を表している。そして、 多くの人々に受け入れられたということになります。それが答えになります。で、事実ですね、19世紀ロマン派の作家たちやリハルト・ワーグナーは、えー、このタンホイザー伝承がゲルマン的心情を表す典型的な物語だと捉えていました。さて、ここでさらにもう一つの疑問が浮上してきます。それは、えー、そもそもタンホイザー伝承は、 果たして、純粋にゲルマン的な物語なんだろうかという疑問なんです。というのは、厳密にこの伝承内容に検討を加えた研究者たちがいますが、その人たちの所見では、この伝承を正真正銘のゲルマン物語、ゲルマン純血種と簡単に受け止めてはいけない、という,うなっているからです。えー、つまり、この伝承には不審な点がある、と彼らは言っているわけです。 では、どこが不審な点なのでしょうかで、番組の後半はその点から話を進めていきたいと思います。で、えー、後半の話を始める前に一曲お聴きいただきたいと思います、えー。ご存知、ビートルズの歌で、タイトルは The l i e p t e dich。これは She Loves You のドイツ語版です。で、ご存知の方も多いと思いますけれども、ビートルズは下積み時代に、 ハンブルクの酒場でずっと演奏していたことがあります。だから彼らはある程度は同一ができると思います。で、この彼らの同一はとても綺麗な発音です。で、同一語の歌詞はほぼ忠実な英語の歌詞の、えー、再現です。ドイツ語訳です。ではお聴きください。Z h e Leaps d i 三角山放送局 つくわまさのりのドイツ文学の森をお送りしております。先ほどタンホイザー伝承を、えー、ゲルマン純血詩とみなすには不審な点があると申しました。それは、あこの物語がとてもゲルマン的だとは思われないモチーフを含んでいるからです。では、それはどのモチーフかと言いますと、えー、他ならぬベーヌスの洞窟のモチーフなんです。 そもそも、ゲルマン神話には、ウェーヌスの洞窟のような、地底の楽園という観念はありませんでした。確かに、地下の死者の世界はありますけれども、それは極めて高梁、寒々とした場所で、楽園などでは決してありません。だから、この山の中の、あるいは洞窟の中の楽園、そういうモチーフは、外来のもの。しかも、ケルト特有のモチーフだ。ということなんです。 したがって、この疑問の答えは、タンホイザー伝承はゲルマン純血種ではなくて、ケルト的要素を含んだものであるということになります。では、どういう経緯でタンホイザー物語にケルトのモチーフが重なったのでしょうか実は、タンホイザーバラッド成立の事情が、すでにその答えを暗示しております。 えータンホイザーバラードを作って広めたのは、先ほども申しましたが、ニュルンベルクのスコットランド派修道院の修道士たちでした。そして、彼らがアイルランド文化と深く関わっている、ということは、えー、自明のことなんです。だから、彼らがタンホイザー物語を作った時に、故郷で愛されている、いわば愛称家となっている、ケルト系の伝承を活用したのであろう。 活用したのであろうというのが答えということになります。で、まあ、これはあの、学会の定説でもあります。で、えー、タウンホイザー伝承に影響を与えたケルトの楽園物語とは、スコットランドのバラッド、歌人トーマス、トーマス・ザ・ライマーのことなんです。で、アイルランドにはもちろん、スコットランドにも未だにケルトの文化が残っております。 古い時代にはケルト人はヨーロッパ大陸に広く居住しておりました。けれども次第にブリテン島とアイルランド島に教えられたのは皆様ご存知の通りです。で、このケルト文化の香り高いバラード、歌人トーマスはスコットランドや北イングランドでは現在でもよく知られており人々に歌い継がれています。えー、実は私自身そのことを体験しているんです。 2000年にイギリスのコベントリーという都市にあるウォーリック大学というところを視察に行ったことがありますが、その時に色々と世話をしてくれた大学の職員、中年の女性ですが、その方がたまたまスコットランド出身だというのを聞きまして、歌人トーマスのバラードをご存知でしょうかと尋ねました。そうするともちろん誰でも知ってますよという答えでした。 で、翌日、この女性は、早速、歌人トーマスのテキストをプリントアウトして持ってきてくれたほどなんです。で、歌人トーマスというバラードの人気のほどを実感した、懐かしく、心温まる思い出です。さて、主人公のこのトーマスとは、ね、13世紀に存在した実在の人物で、えー、詩人であり予言者と言われています。 詩人、あるいは吟遊詩人であるという点は、タンホイザーと重なりますね。で、バラードの成立は13世紀末のようなので、えー、トーマスが生きてる間、存命中にもう彼の歌ができていたということです。えー、もちろん、タンホイザーバラードの成立よりも古い時代です、えー。物語の内容をざっと紹介しましょう。で、正直者のトーマスが土手でまどろんでいると、 近くにある木のところから美女がやってきます。トーマスはその美女にマリア様と言って挨拶しますが、えー、美女は自分は妖精の国の女王でお前を訪ねてきたのだと答えます。で、彼女はトーマスに縦ごを弾いて歌うことを命じ、もし自分の唇にキスするならばお前の身柄を引き受けようと言います。 で、トーマスは彼女にキスをして妖精の国へと導かれることになります。で、彼は7年間彼女に仕えることも命じられます。えー、ここにあるポイントですが、えー、正直者トーマスがまどろみの状態で妖精の女王に出会いマリアと間違える。えー、トーマスは音楽家、学士であり、えー、歌を歌う。えー、妖精の女王と肉体的接触を持つ。 というところにありますが、この最後の点について、英文学者の土イ・コーチは、妖精はまず眠っている人の夢に現れる。妖精と肉体的な接触を持つことは、ケルト人の民間信仰では、妖精の仲間入りをしたことであった。と言っております。それでは物語の先を続けます。トーマスは女王の馬に乗せられて、この馬は人間界の彼方へと、 失踪していきます。女王は彼に、えー、いろいろ見聞きしたことを妖精の国では公害してはならない。さもなくば、二度と故郷へは戻れない。と言います、えー。彼らは水をくぐって地下にある妖精の国へと行きます。で、この妖精の国で嘘のつけない舌を与えられたトーマスは、結局、七年間、7年間、妖精の国に滞在します。 地下にある妖精、えー、の国でトーマスは7年間過ごすというわけですけれども、えー、この7年を同意は、ここでいう7年間とは人間界の尺度からのもので、妖精の世界ではそれは7日間だと言ってます、えー。ここにも時間の差というポイントがあるわけです。ところで、今紹介した物語はかなり整理されたもので、 えータンホイザー伝承と同様にトーマス伝承にもいくつかのバージョンがあります。その中で興味深いのは3日後あるいは7日後に妖精の女王がトーマスを地上に連れ戻した。そうしないとトーマスが妖精たちに見過ぎ物を要求する地獄界への生き贄にされる恐れがあるからというバージョン。 それと、人間界に戻ったトーマスは、女王のことが忘れられず、再度妖精の国に行き、そこに留まった、というバージョンがあります。えー、これらを見ると、歌人トーマス伝承とタンホイザー伝承が、ますます重なって見えてくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 え歌人トーマスに関連して、ここでまた一曲お聴きいただきたいと思います。英国にはトラッドフォークバンドというものがあります。そして、このトラッドフォークバンドというのは、伝統的な民謡を現代に歌い継いでいるバンドです。その中には、歌を六丁にアレンジしたものもあります。その一例が、トラッドフォークバンド、スティーライスパン。 えー、このバンドが6丁で歌う歌人トーマスです。で、歌詞の内容はほぼ先ほど紹介した伝承と全く同じです。リフレインは英語で言いますと Hark and come, come along with me, Thomas the Rhymer。日本語で言うと私の言う通りにしてついておいで歌人トーマスよという内容です。それではお聞きください。えー、スティー・ライス・パンの歌人トーマス。 福山つくわまさのりのドイツ文学の森をお送りしております。えー、お知らせの前にお聞きいただいたのは13世紀のバラードを現代に歌い継ぐトラッドフォークでした。えー、13世紀といえば日本では鎌倉時代です。で鎌倉時代の歌、例えば美和法師が歌った平家物語などが現代にまで伝えられ、 それが新しいアレンジで歌われるということは、えー、日本ではちょっと考えられないと思うけれども、うん、いかがでしょうか、えー。明治時代以前と明治以後では主流である音楽の種類が変わった、つまり西洋音楽が入ってきたという日本の特殊事情もきっと大きく作用していることだと思います、えー。明治以前から伝わる、いわゆる民謡と言われる、 歌も西洋音楽的なアレンジよりも、えー、ましてや六丁のアレンジよりも、えー、伝統的な楽器と歌い方で歌われるのが、聴く方にはしっくりくるのかもしれません。えー、13世紀の歌を21世紀に聴きながら、そんなことを考えてしまいました。えー、それではあ、本日の最後の一曲を聴いていただきたいと思います。えー 女性、えー、ドイツ人歌手によるドイツ語の歌です。日本語のタイトルは、ロックバルーンは99。ドイツ語では、ノンノンシヒルフトバロンスと言いますけれども、これを歌っているのは、ネーナという名前の歌手です。これは偶話的な反戦歌だと言われております。歌詞の内容をざっとご紹介しますと、あなたが私のことを思ってくれているなら、 空に浮かぶ99個の風船の話をしてあげる。この風船を UFO だとか敵だと勘違いして99機の戦闘機や99人の軍事大臣が攻撃した。そうして99年間戦争が続いたがどこにも勝者勝った者はいなかった。もう軍事大臣も戦闘機も存在しない。世界は廃墟と化している。 今日、辺りを歩いていたら、瓦礫の中に風船を一つ見つけたので、あなただと思って空に飛ばしてあげるという内容です。1983年にリリースされ、世界的なヒット曲となりました。日本でもオリコンチャートという売上ランキングで、1984年に4週連続1位を記録しております。 ちなみに、ネーナのバックバンドの名前もネーナです。先ほどのジンギスカンと同じケースです。では、お聴きください。ネーナのロックバルーンは99。えー、この歌が発表された1980年代初頭は、ソ連のアフガニスタン侵攻とか、ポーランドの民主化要求運動などがあり、ヨーロッパは落ち着かない時代でした。 えー、この歌はそんな雰囲気の中で生まれたのでした、えー。99という数にも100ではないというところで何か落ち着きのなさが現れているような気がします、えー。番組冒頭で紹介したうさちゃんさんがおっしゃっている時代背景と作品との関係が、えー、この歌の場合にはよく推し量られます。えー、今日は タンホイザー伝承と歌人トーマスの関連を中心にお話をしました。この二つのバラードは地下の楽園、観能性の商用、異界への回帰などのモチーフを共有しておりますが、これらをもとにニュールンベルクのスコットランド教会の修道士たちがトーマスの物語を漂設、借用してタンホイザーの悲惨な物語を作った。 と推論したのはお聞きの通りです。で、そうであるならば、ケルトの典型的な異界文学、妖精物語がドイツへと運ばれ、ゲルマン的かつキリスト教的物語へとすり替えられたということができるわけです。で、実は20年ほど前に私はむね今日お話ししたような内容の論文を書いたことがあります。 で、えぇ、タンホイザーを扱ったので、え私の友人でワグナーに詳しい、えドイツ文化研究者に、この論文を送りました。そうすると、この友人は、あ、あ、彼は日本ワグナー協会の会員でもあるんですけれども、えこの友人は私の論文を読んで、えぇ、つくの推論通りだとすれば、これはケルト文化の里帰り物語とも言えるでしょうと。なぜならば、 ニュールンベルクのあたりは、古くはケルト人の居住地だったんだから、というふうに返事を送ってくれました。えー、私は、うん、なるほど、そう考えるのも面白いと思った次第です。そうなると、タンホイザー伝承の成立は、ケルト的なものがその故郷に戻った現象だ、ということにもなります。えー、文化が伝承する、伝播する様子を追っていくと、 このケルト的なものの里帰りのような興味深い現象がいろいろ見えてきますで。今日のお話はここまでですが、お楽しみいただけたでしょうか。次回は、あ異界関連事項の項目分け、つまり整理の仕方。えー、例えば、異界の現れ方とか、異界に属するものとか、異界への一興の仕方といった項目分けを簡単に紹介してから、異界の存在について、 いくつかの文学作品を参照しながら検討していけたらなと思っております。ぜひ期待していただきたいと思います。では、次回もお聴きください。<noise> also, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Auf w e r h ö n c h ü s s